ノクさん、神サプライズむちゃくちゃすごいっすね。いや、私こんなん初めて見ましたよ。やらせでもなんでもなくってね。いや、皆さん、動画をご覧の皆さん、本当にね、これ動画概要欄にノクさんの動画つけておきますんで見ていただきたいんですけども、この上からね見るとね、もう地肌が見えてこう広がったような状態になってたんですよ。さすがにノクさんね、まだ40代でこれはやばいなというふうな意識を持ったんだと思います。神サプライズ試してみてたった4回ですよ。あの1ヶ月も経たない感じですよね。この前だって神サプライズのそのね器具のところに訪問したのってほんとつい最近ですよ。 2,3 週間前でしょ。で今髪もうほんとね、なんかすごく青年みたいな髪になってますよ。これすごいじゃないですか。これそれはね、神サプライズって機械確か300万ぐらいすると思うんですけども、あのこの髪の薄さに悩んでる方だったらそれ300万払ってもこれはね大いに価値があると思いますよ、うん、特に髪の毛が薄いことによって恋愛とか婚活にねちょっとね、出遅れてるっていうかね、気が引けてる方とかは大いに使っていただいて自分の髪が増えるっていう体験をして、ね、自信を持ってこれね歩んでいきたいなと思います。これねすごいですね。やっぱり髪が薄いっていうのは嫌ですよね。どっちかっていうとね、あった方がいいですよね。であとなんかもう一つね、ノクさんにちょっと聞いてみたいのは、これ髪の質はどうなんですかね。でもなんかこうパリパリカリカリみたいなね、私みたいなねちょっとチリチリになってるのよりもふさふさ柔らか滑らかみたいな髪の質がちょっとねみずみずしかったりとかね、なんか若々しいような髪になるのかなって感じです。何が言いたいかっていうと、髪が薄い人が濃くなるだけじゃなくって、少ない人が多くなるだけじゃなくって、髪がそこそこある人でも髪の質が良くなるようなね髪サプライズだったら私もねちょっと試してみたいな気がするんですけども、いかがですかね。じゃあそれではね、ノクさん、またちょっとなんか分かったら教えてください。で他の方は動画概要欄から絶対にこれノクさんの動画を見てほしいと思います。髪が復活しますよ。すごいですよ。